RS2 は、アウディが1994年に発売し、製造したワゴン型乗用車である。1993年のフランクフルトモーターショーで発表され1994年より生産開始。80アバントをベースに、ポルシェがカスタマイズを施したスペシャルモデルで2200台限定生産の予定であったが、最終的には2891台が生産された。 搭載されるエンジンは2.2リットル直列後、筒 d o h c ターボで、スペックは 315bit HP、6500rpm、4 1 0トル、3000rpm。パフォーマンスは最高速度が、約時速 262km、0時速 100km は5.4秒、0時速 200km は22.2秒である。ブレーキキャリパーとブレーキディスクローターは、 ブレンボ製のポルシェ 928S4 用、ホイールはポルシェ964カップデザインの17インチのものが使用されている。エンブレムと車検証入れもアウディとポルシェ両方の名が入っている。アウディで塗装を済ませた後にポルシェに送られ、ボディ補強と最終組み立てが行われた。ボディカラーは11色用意されたが、特注色の個体も存在する。 タイヤは245、40ZR17 のダウンロップ SP スポーツ8000。RS2 の開発以前、ポルシェはメルセデスベンツと共同開発した 500E を発表し、続いてアウディとのコラボによる RS2 の開発に着手した。しかしメルセデスがポルシェに対し無断でアウディと共同開発していたとして態度を降下させたため、 ポルシェは 500E の生産を中止し、工場に存在していた 500E の生産ラインは、そのまま、RS2 用に転用された。ポルシェのロッセル、バウプラントで生産された。ポルシェによる形式は、ポルシェトゥープ2862である。当時、親会社のフォルクスワーゲン会長であったフェルディナント、ピエヒが特注した、セダンベースの RS2 が1台のみ存在する。 ありがとうございます。